はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、今日はですね、初めてこちらの動画にしてみたいなと思います。はい、スーパードラゴンボールヒーローズですね。このカードをですね、お試しで30枚配布してきましたんで、これをですね、今日は見ていきたいなと思います。はい、ちなみにですね、僕ね、ドラゴンボールは子供の頃から大好きで、ずーっと見てるんですけど、最近のね、スーパーに関してはちょっと見れてないですね、テレビではね。コミックスは出てたので、コミックスは見てんだけどね。はい、じゃあ早速見ていきましょう。まずこちらがキャベだね。これは第6宇宙のあれだよね、サイヤ人だよね、確かね。続いてブロリーだね。これは普通バージョンだね。続いて孫悟飯の青年期。続いて、お、魔人トアだ。これってあれだよね、ゲームのやつだよね。これちょっとわかんないんだけど、これゼノバースのキャラなんですよね。続いてがボタモだね。で、クリリンが起源だ。そしてミラ、あ、これもそうだよね、ゼノバースのキャラだよね、多分ね。元気玉って書いてあるけど、これ元気玉使えるの？続いてアンゴル、お、孫悟空少年期だね。続いて孫悟空だね、スーパーサイヤ人。お、バーダックだ、バーダック。トランクスゼノ、ハルハル、お、またトランクスゼノ、エチガイだね。モア、お、孫悟空少年期もう一枚出ました。トランクス幼年期。孫悟天 GT。お、魔人ブー純粋。これはいいんじゃないの？歴代ボス集結って書いてある。ちなみに、あ、キャンペーンカードかこれ。なるほどね。あ、でも割といいカードが出てちょっと良かった。続いてピッコロ。人造人間18号。そしてクリリン。夫婦です。あ、出た。これ、人造人間17号の、これ、社会サバイバル編ってやつなんですよね、これ。ちなみにこれはキャンペーンカードですね。続いて、孫悟飯、青年期。あ、またピッコロだ。お、ベジータのゼノ。フロストと、あ、またフロスト。そして、パラガス。最後が、ベジータですね。はい、そんなわけで今回はですね、お試しで30枚排出してみたんですが、この、人造人間17号、そして、魔人ブー純粋、これが出てよかったね。とりあえず、この2つのおかげでなんか動画になったかなって感じするかな。うん、このスーパードラゴンボールヒールズって確か星4が一番いいんですよね。なんでこのトアとミラが今回星3だったから、この2つが割といいカードだったということなのかな。はい、ということでまたね、ドラゴンボールヒールズの動画やってほしいななんてリクエストありましたら、やりたいなと思います。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それとチャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。